はい、皆さんこんばんは。最低マンです。無双スターズやっていきたいと思います。前回ソフィーを仲間にしたというところからですね、玉木と英雄たちは真意を確かめる屈折なに挑む切な話し合いを拒否、玉木たちに決裂の剣を向けたと、いうことで、早速ソフィー使っていきたいなと思います。切な兄様は祠を守っているようですね。きちんと話し合えるといいのですが。玉木殿本当にいいのね。そうです、私は刹那兄様の真意を確かめたいのです。それがどんなに辛いことでも。元気様、ご迷惑をおかけしますが、私と共に来ていただけますか。分かった。あなたが刹那のと話せるよう精一杯力を尽くす。はい、チーム編成ですね。早速じゃあ、お、痛いソフィー、ちょっとレベル低いんで苦戦を強いられるかなと思うんですけれども、まあ、頑張っていきましょう。もうこれはもう頑張るしかないですね、これは。うん、今回の戦い結構きつい戦いになると思います。ヒーロースキル、うん、結構きつい戦いになるかなと思います。がソフィーのアトリエ行きます。ソフィー使うんでね、今回レベルがね低いのがすごい気がかりなんですけれども、まあいっか。おお、でかいね。フィールドマップがかなりでかいですよ。頑張ります。もうこれも頑張るしかない。とりあえず技を確かめましょうか。でも、きちんと向き合わないと。はいはいはい。刹那さんのところへは行かせないわ。あんまり強くないです。とりあえず。あんまり強くないです。まあ、予想はできてたんですけどね。やめた方がいいわ。あの人にとってあなたは敵でしかない。危ない。この BGM は懐かしい BGM ですね。まあ、ちょっと最近風にアレンジされてんな、この BGM。 暗黒軍曹の BGM じゃなかったでしたっけ、これ。いざ尋常に勝負せよ。弱いな、ソフィー弱いな。レベルが低いっていうので仕方ない部分もあると思うんですけど、順番に確実にいこう。そろそろこっちからも攻め立ててもらうよ。出始めにあれをもらおうかな。あの拠点を仲間を使って味方が動きにくくなる。左上の拠点ね。前に彼女を止めましょう。はいはい。危ない危ない危ない。強いやついたんですよね、このやつ。あいつはもう極力今現在では倒せないんで、とりあえずミニミッションこなしていって戦いを有利に進めていきます。レベルが低いんでね、体力無駄にできないんですよ。アーナス。くそ、アーナス。一つ聞かせて。刹那殿は、そんなに大いに欲しいの。強いな、みたいだよ。そのためなら、家族とも戦えるって言ってた。こういう拠点は隣接する敵の拠点に矢の雨を放ちますと。対象になった拠点は陥落しやすくなると。だから、まずい、威力高っ。まずまずまずい。威力がやばい。てか防御が低いのか、ソフィーの。まあラッシュで一気にいきます。できるだけ多く倒して、アーネスもとどめさせたいですね。おっかっかいい調子だな。オッケーでしょう。まあまあ上出来でしょう。責任は果たす。基本だけ。とりあえずこの攻撃拠点を落として、かなり戦い有利に進めたい。ボス出現したんで倒します。で矢の雨を降らします。解放と、で肉まんもゲットと。回復したいときは拠点のボスを倒しに行けば一応体力回復の、アイテムが出るってことですね。弓兵隊長、
ッケー。大きなネズミめが罠にかかりよったか。ノブニャが来た。してやられたか。このままではまずい。どなたか援軍を。オッケー。左上なんですけど、まあ、ノブニャが倒してもいいですね。このままでは。うわ、ちょっときつそうだぜここ。今さら聞き入れはせぬぞ。だから声かっこいいな、ノブニャが。このままではまずい。猫のくせに入るみたいな顔してるくせに。無双使います。あんまり強くないな無双。でも可愛いから使ってしまうみたいな感じですか。これ受け身取ろう、受け身取ろう。あ、呂布か。助かった助かった。刹那殿が本当に好きなのね。はい、オッケーオッケー。おじさまが亡くなった10年前から本当の兄弟のように育ちましたから、ずっと憎まれていたなんて悲しいな。全く気づきませんでした。この刹那ってやつは許せんな。こんな可愛い妹がいながら。今のうちに本陣を攻めないと。レグリナ、おレグリナやばい、強いぞこいつ。このレグリナ強いぞ。8ある。まず絶対無理だ。それともちょっと邪魔な俺を倒しに来たか。違います。待って待って、やばいやばいやばい。刹那兄様と話し合いがしたくて。やばいぞ。俺は王になる。譲らないと言うならお前を倒す。電光石火だ。それ以外話すことなど何もない。あ、やっぱあなたは削れないな。8とか7あるんで。この子を恨んでいるの。俺が得るべきだったものを持っている。恨まない理由がない。ちょっと待て、来るのが早かったな。それにしては迷いのある動きだけど、一旦引きます。刹那殿は玉城殿を三奪者と言った。彼の立場を考えればそれは理解できる、うん、でも世界が滅びれば王位なんて意味がない。それが分からないはずはないのに。私に手伝わせて。やるな、眩しいじゃないか。おい、ですね、ちょっと体力やばかったですね。さすがにちょっと無茶だった。いきなり総大将のとこ突っ込むのはちょっと、もうちょっとブレイブを上げて挑みに行きたいと思います。まだ右下になんか残ってんですね。あいつじゃあ倒しに行きますか。この辺の敵を相当しつつ、やっぱ案の定きついなこの戦い。うん、あんなに強いと思わなかったな。お前らか。ついでに倒しておこう。ではまずい。どなたか援軍を。行け長運。待て、なんか回復してるこいつ。オッケー、全部倒したか。あ、オッケー、倒したんですね。またか援軍をと言ってるってことなんで、行きます、助けに行きます。いやレベル1で来るとこじゃなかったな。やっぱり結構ねレベル上げとか大事になっていくかもしれないです。まあ無双はとりあえず溜まってるんでいけるか。うわ、本陣陥落した。間に合わなかったか。よろしくお願いします。間に合わなかったか。マリーローズ、マリーローズ、マジでいけるか。でも5なんでなんとかなるか。よくやった。 OKOK、 一気に倒します。強いやつほど一気に倒す。ブレイブがだいぶ上がってるんでね。でも今なら倒せるかもしれない。左上行っても
まあ、あの撃破数が伸びてないところを見るとやっぱりあれだな、広範囲攻撃リーチが短いな、この杖杖でいいのかな、これとりあえずこの辺に残ってる、まあこいつもついでに倒します。倒してあとはもう左上のさっきの恨み晴らしに行くぞ。あいつらを倒せば終わりですね。あのね、このゲームの操作性をもう一度、言いたいなと思うんですけど、操作性はね、想像している無双系の操作性だと思ってもらって OK ですね。操作性で苦労するとかっていうことはないと思います。もし買おうかなって思ってる方がいらっしゃれば参考にしてもらえたらなと思います。なんで操作性は大丈夫ですね。で、爽快感としては敵の吹っ飛ばし具合を例えるならば戦国無双が近いですね。あの三国無双ほどドカーンって吹っ飛ばせるわけじゃないんですけど、戦国無双のあの敵切った感覚に近いです。よし、じゃあ戻ってきたぞ。今一度勝負だ。さっきはよくもやったな。私は強くなったのだ。ソロモンよ、私は帰ってきた。で、レグリスどこ行ったっていうか、チェンジしよう一旦。レグリスじゃない、レグリナか。倒す。レグリナの作品を僕やってないんですよね。あー、これやっぱ弱いな、この元気ショーン使おう。キャラクター次第ではもう一度やってみてもいいですよね。ゲーム防衛的なゲームとか。あと刹那がどこにいるか。いたいた、こいつ倒して終わりですね。強振りいきます。問題ないぜ。待て、まずいか。刹那、あ、体力削り切るのはメインキャラクターじゃないと無理ってことか。やばいやばいやばい、やばいやばいやばい。オッケー、危なかった。だが二度と甘い考えで俺に近づくな。うわ、次はどんな手を使ってもお前を倒す。最低だな。そこまで私が憎いのですか、刹那兄様。刹那撃破により勝利と、なかなか苦しい戦いだった。なかなか苦しい戦いだった。刹那兄さんはやはりずっと私を憎んでいたのですね。倒すことも厭わないほどに。玉木殿、あなたは本当に王になりたいの？家族と戦ってまで刹那殿と戦いたくないのなら王位を譲るという手もあると思うのだけど。いやいやいや、あんな奴に譲ったらどんな国になるか。それはできません。王になれるのはこの世に私しかいないのです。この辺がね、すごい、なんか性格とアンバランスなんですよね。泉の恵みを世界に巡らせるには強大な力が必要です。お母様は、それを秘めているのは私だけだと。そんな。要はあいつには力がないということですね。それならなぜ刹那殿と四季殿のあなたを拒むの？世界が滅んでしまえば、王位など何の意味もない。それでもこちらを拒むという、阻むかな、阻むということは彼らは別の手段を持っているのだと思う。玉木殿、あなたを突き動かしているものが義務感だけならもう降りた方がいいかもしれない。そんな、キャラクタースパロボとかでも思うんですけど、これキャラクターのこの
ルックスというか、あの世界観が全然違うんですよね。元気様、少し考えさせてくださいませと。玉城殿はまだ幼い、いくら力を秘めているとはいえこんな辛い役目を背負わされるなんて。それにしても刹那殿の真意は何？彼は本気で玉城殿を憎んでいるようには見えない。そうね、大切な家族を傷つけてまで貫きたい、それは一体と。何なんでしょうね、あいつを動かすものは。めっちゃレベル上がるよこれ。まあでもなんだかんだ言って乗り切りましたね、ソフィー。はい、また新キャラクターと仲間にしていきたいんですけども、これね、キャラクター仲間にするとき慎重に選んだ方がいいですね。どっちかしか仲間にできないとかってさっきなったんで、さっきというか前回のパートになったんで、新たな英雄様から文が届きました。私たちにお味方してくださるとのことです。私に会ってお話をしたいと書いてありますが、どんな方なのでしょうか。お会いするのが楽しみです。冷静なる錬金術師。そうそう、これ慎重に選んだ方がいいですね。祠をいくつか抑えた成果、以前よりなんだ。あ、また選べると。はいはい、これ慎重に選ばないと、ね、もしこっちを選んだら多分こっち選べなくなると思うので、どうしようかな。こっち行ってもいいんですけど、まあ、どっちを仲間にしたいかですね、これ多分ね。錬金術だったこっちか。どうしようかな。まあこれはまあ次回パートですね。次回パートどっち仲間にするか、まあやっていこうかなと思います。ということで、一旦この辺でこのパート切ります。まあだいたい動画時間の方はね、20分ちょいもしくは20分以内で考えているんでね、暇な時に、見てもらえたらなと思います。ということで、また次回もね、無双スターズやっていきます。ここまでのご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。